こんんばは宇多田ヒカルが世界一大好きチャンネルですはい、今日はですね、CDTV に人気歌手の宇多田ヒカルさんが登場して、新曲、何色でもない花をテレビでフルサイズで初歌唱したってことで話題になってますね。でちなみにこの曲なんですけど、長野芽郁さんの主演ドラマ、君が心をくれたからの主題歌でもあるんですけど、 この曲を聴いて思ったのはいや宇多田ヒカル歌下手すぎやろって思いましたね。はいまあ、というのも宇多田ヒカルってその世間的にはその歌が上手とかあの美声とか、まあ、そういったこと言われてると思うんですけど、まあ、正直あの自分はその長年ね宇多田ヒカルさんの曲を聴いてるんですけど ま彼女はま本当にね歌が下手くそやなと思いますね。はい、で今回このね今日披露した「何色でもない花」っていう曲なんですけど正直その歌詞とかもそうなんですけどすごいありきたりな曲でまあ、つまらないまあ一言で言うならばすごい平凡な曲だなと思いましたね。はい 宇多田ヒカルさんっていうとねその前回のまあ、出したシングル「そのゴールドまた会う日まで」っていう曲はまあ、すごいいい曲だったとは思うんですけどまあ、やっぱりねだからそれに比べるとまあ今日歌ったこの「何色でもない花」っていうのは、まあ、本当につまらないし、まあ、聞いててまあ、退屈な曲だなと思いましたね。はいで先ほど言った通りこの曲はその長野芽郁さんが主演のドラマ 「君が心をくれた」あのっていうドラマの主題歌なんですけど、まあ、このドラマもこの曲同様、まあ、非常につまらないドラマなので、まあ、見ることはお勧めしません。はいまあ、というかね、まあそのまあ、歌に話を戻すんですけど宇多田ヒカルさんってその英語は確かに上手だしその若い頃とか、ね、その名曲は多かったとは思うんですけど ま正直その歌がうまいかという点においてはその自分はね昔からこの彼女はねあのああのんんままり上手じゃないないいと思ってるんですよねはいまあ、だからそのファンがねそ宇多田ヒカルちゃんはその日本の歌姫とかいや本当にねあ宇多田ヒカルはもうほんと最高の歌声の持ち主だとかって言ってるんですけどまあ正直ねそれがもうずーっと理解ができないんですよ自分は。はい で正直言うと今日ねその「カウントダウン t v に、まあ、他にもねそのアーティストの方々が出てたと思うんですけど、まあ、正直ねあの西川隆明さんとかその「リトルグリーモンスターの方がうまあ、上手いなと思ってましたねはい、まあ、今日出たアーティストでは、はい、まあ、だから、まあ、宇多田ヒカルさんって、まあ、正直ねそのすごい過大評価だと思うんではいまあ、ちょっとねボイトルした方がいいんじゃないかなと自分は思いましたね、はい まあ、ってことで、まあ、今日のね宇多田ヒ光さんの新曲「何色でもない花」は、まあ、10点満点中、まあ、3点ということですね。はいまあ、それぐらい、まあ、ひどいあのクソ曲だったなと思いましたね。はい